皆さんどうもこんにちは。今回もですね、新三国無双2の無双モードやっていきます。孫作の後半戦ちゅうことで、頑張りましょう。さあ、場所は繁盛で、昭和王がね、この7を取ったんで、どうしようか。土兵の方がいいかな。アイテムはですね、スザク、投稿、真空書、カッタン、強撃。強撃をどうするかやな。強撃を白虎にするか。もうぼちぼち危ないよね。強撃つけとったら。まあ、つけとってもいいんやけど、別に。全然いいんやけど、死んだら嫌やん。水攻めとはやってくれる。なんで水には構うな。敵の駆逐を最優先とせよ。はい、任せてください。すぐに俺の部下たちが来る。帰ろう。はい、誰ですか。階段は官兵倒して弓兵が多いんやな。ちょっと待って、違う。こっちじゃないな。こっちか。うわ、めっちゃおるやん。どうするんこれ。やばいって。よし、カンペ倒しましょう。来いや、カンペ。お前を俺がぶっ飛ばしてやる。弓兵さえおらんかったらなんとかなるけん。もうそこだけよ。ああ、回復もあるしね。よし。これでカウン。繁盛めっちゃ楽なんやね。カウンしこらんけん、あと。けど、あれは稼げんよね。何やったっけ。忘れたやん。何やったか。天心。あ、違う、天心じゃないよ。攻撃力と、防御力か。ステータスは稼げんけど、まあ、悪くはないと思う。行くぜ。カーン強いんよね、マジで。あいつ頭おかしいけん、攻撃力。孫作とカーンの一騎打ち。一騎打ちがいいんやけどな。あいつらがな、邪魔するんよ。さあ来い。いや、よっしゃ、来いや。来いや、ガン。ほら、やってやるよ。ああ。いやー、やばい。やば。ああ、ふざけんな、お前。マジでふざけんな。ちょっと待って、もう。お前、雑魚的マジいらんねやって。なんだ、あいつら。
置いとってよかった。多いんよ、大体。6人もいらんやろ。うっとうしい。こいつ。ああ。あーやばい、危な。オッケー、よし。さらば。よっしゃ、援軍来る前に倒しちゃった。さすが孫作。孫作強いな。あ、いいと思う。こいつめちゃくちゃ使いやすいんだけど。適度に動き回りながら、敵を翻弄しながら、そこそこの攻撃力で範囲もまあまああるし。まあ攻撃力7と白虎がついてるってのもあるけど、それ差し引いても全然使える。医療か。医療か。そうか。職軍は将校に沿って布陣した模様です。いよいよですか。全軍に伝令です。今夜半に出撃、長江を挟んで蜀と対陣するように。はっ。この戦、五色の私有を決する戦いとなるでしょう。よし、行こう。馬はいいかな。とりあえず、これさ、修繕やっぱり、助けてあげた方がいいんかな。めんどくさいんやけど、なんか。まあ、いっか。やってやるか。仕方なしに。この戦で、めっちゃ遠いんやけど、開始位置悪。最低。マジで最低の場所。馬欲しかった、これやったら。ちょっと待って、最低、ほんと最低の場所からのスタートや。なんなん、この場所。ありえんやろ。新手が来よったか。両方馬乗っとったよね、確か。両方の馬を、なんとか取れんか。義援がどっかにおるはずよ。とっとっとっと、はい、スタートさ。もらいます。すいません、いただきます。すいませんね、ちょっともらえますよ。さあ、リクソンが指示を出す前にちょっともう一人ぐらい倒したいんだけど。リクソン待ってね、ちょっと。やばい、来た。よし、ダッシュダッシュ。間に合うか、俺間に合うか。いや、遅いか、遅いか。白馬遅いか。まだ耐えるやろ、まだ耐えるやろ。死ぬなよ、主前。死ぬなよ、長方なんかに負けるな。お前ならいける、俺なら追いつく。頑張れよーい、頑張れよーい。いけるやろ。オッケー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 、ナイス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 。
よし、おもりしますよ、修善さん。お前なんかツイートかんでいかんのやろ、一緒に。めんどくさい。一人で行け。お使いもできんのか。邪魔すんな。行け、修善、行け。おい、お前なんでそっち行くんの？帰ってくないのか、どうせ。意味わからん。こいつなんでこっち行くん、一回。家計の前に。え、ちょっと待って、これ大丈夫？戦うの？戦うの？よー、うお、うわ、熱い。よくガードした俺今。敵将、撃ち取ったぜ。修善さん、あなた家計しないんですか。お前そんなことする場合じゃないやろが。待てって、お前マジふざけんなよ。何しょん。お前がそんなことしてる間にもう家計せんでもええわ、もう。敵倒せるわ。もったいない、時間が。え、あいつマジ何しょん？あいつマジで何しょん？こいつ何しようマジで。もういいの？家計せんの？まあ、助けんよ。じゃあ、もう勝手にして。もったいないもん、時間が。なんでお前のために俺がそんな時間費やさないかな。でももういいや、無視しよう。知らん。なんかあいつ言ってない？今さら。もういいや、無視する。知らん、もう知らんわ。もうあいつが悪いわ、あいつが悪いけ。俺悪くない。あんなもう他に目移りして遊びよったんや。知らん。家計成功できんでも知らん。勝手にしてください。行きます。もうカウン倒すもめんどくさい。あー、家計成功しとる。やるやんけ、お前やるやんけ。やりゃできるやんけ。芝居だろうか。やったらできるやないの。ああ、ごめんね。喉が痛いんで。さあ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 、諸葛亮がどっかにおるはずないけど。うわ、よし。融合
られた。はい、私たちも遅れを取るわけにいきません。マジかよ。攻撃うわー、よし、あースパッとやってしまった。ターンを無視してしまった。まあ仕方ないね、そんなこともあるよ、長い人生生きとったら。よっ、いやー雑魚いな。防御力23か、使えんわ。あー攻撃範囲いいな。あー攻撃範囲いいけど攻撃力の方も全然攻撃力の方がいいです。さあ、ラストステージ。ラストステージ、ナンバーイン平定戦。もうかくさら、いっていいんです。一大事でさ。飯の邪魔すんじゃねえ。おめえが食われていいのか。すいません。ですが、東の方から大軍勢が攻めてきてるんだやせ。なんだと、東ってと、五とかいう連中だな。面白いじゃないのさ。この喧嘩、勝手をやりよ。戦の準備だよ、急ぎな。さあ、南蛮の民を平定しましょう。ですね。どうしよっか。どうしよっか。投稿エロいるよね。馬がな、馬がなんせ微妙なんやな。広い毛馬が欲しいんやけど、誰か馬持ってないかな。馬持っとる仲間と一緒にしといて、さっき落とすか。この戦いは侵略ではありません。シュータイ、あ、こいつシュータイの、シュータイ落としてもらおう。彼らの心を攻め、オッケー、よし。我らに基準させるのです。よっしゃ、強い。ちょっと待って、マジで攻撃力7と20がついてるけど、めっちゃ強いね。これで左倒す？あ、こいつが持っとんか。工場みたいな。オッケー、しゃあ左から行くぜ。どっちやったっけ、こっちから行けたはず。さあ孫作も大詰めですね。早かったね孫作、結構孫作が強かったけん、ね、普通にこいつがめっちゃ強いん、ね、早かったですね。ほんと早いですね。折れない心の持ち主。そう、何倍平定戦もショートカットできるの知ったけどよかった。これマジ毎回7回叩かれたらほんとキリがない。しんどすぎる。あーやばい、うおー、あ
あーあーやオッケー。猛角、猛角倒しましょう。猛角、猛角どこ行った？右下やろ、こっちやろ。あー近い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 、思ったより近かった。やばい。やはりそうきますか。おい、ステルス、ステルスやめて。どこにいたかわからん。これ猛角どこ行った？おったおったおった。あーやばい。敵将撃ち取ったぜ。あー私たちも頑張りましょう。回復あるんやろな。よし、あとは左と右の真ん中の敵倒して、右側から攻めて猛角をぶっ飛ばす。猛角ぶっ飛ばすよ。どこにおるんすか。おったっす。やばい、 R1 も効かん。いただきましょう。ああ、出過ぎではありませんか。敵将撃ち取ったぜ。こいつ持っとるやろ、回復。まあ、持ってない、マジで。でってってってー、よっしゃ、右真ん中行きます。右真ん中行かせていただきます。回復あるやん、ええやんええやん。いやー、一個かよ。でーみーみーみー、でーねー。あ、これいいやん、こいつ倒せるやん。目測を誤りました。あれ、回復は？回復ないのかい？君たち回復持っていないのかい？いいね、孫作も馬が落とせることが分かった。便利、超便利じゃん。ねえ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 、おい、マジか。あー、やばい、ミスった。これ強いな、これ強いな。
よっしゃ。おいで、右から行くか。いやー、孫作強いね。素晴らしいと思うんやけど。めっちゃ使えることない。めちゃんこ最強やん。マジで強いわ、こいつ。俺正直ちょっと弱いかなって思ったんやけど。使いやすい。個人的にはすごく使いやすい。孫作がさ、俺上地雄介にしか見えんのよ。この2の孫作が。もうあまりにも上地雄介に似すぎて。多分ね、これしよった時多分ヘキサゴンとかがさ、ちょうどしよってさ、俺がしよる時はよ。ヘキサゴンとかがしよって、めっちゃ似とるなと。上地雄介激怒。左下見て。どこが上地雄介じゃないって感じや。あっしゃ！決勝打ち取ったぜ！俺たちも暴れるぜ！行くわよ。下まで行くわよ。私たちも届くわよ。はい。どうぞ、ご勝手に。なんかさ、俺毎回思うんやけどさ、最強武器さ、もう全員漏れなくなんか馬つけてくれたらいいのにと思うけど。なんか馬に一個アイテム欄取られるの意味わからんくない。俺の中で結構しっくりこんくてさ、そこが。馬ってだって別にアイテムじゃないやん。っていう違和感がすごく子供の時からあったのさ。全然倒せん。全然倒せん。さあ、行くぜ。かわいそう、やめてあげて。この子も一生懸命生きてるんだから。もう言う、もう説、祝言、もかく倒して終わります。30分、頑張れ。サクッといこう。我が軍の強さ、どこにおったっけ。あれ、弓兵結構おったよね、確か。拠点がおるんか。わからんかった。馬乗っとったんかい。馬じゃない、象乗っとったんか。しゃあ、オッケー。いやん。うわ、お前やるな。お
俺をコケにしやがったな。よし、あと宿湯や。そろそろ猛角が出てくるはず。来た、いらっしゃいませ。うわ、めっちゃおる。あ、こいつだけ倒したい、こいつだけ倒したい。 OK、 あとは弓平だ。あー、くわー、やばい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 、うわーやばい。あー、なんじゃ、お前らまだおるんか。でも優秀なお前、あーマジで、こっちにも優秀な弓兵がおるんぞ、なめんなよ。しゃ、行くぜ。もう行こい。いた、もう説か、間違えた。弓兵のおらんところで戦おう、ここら辺で戦おう。お前回復持ってそうやな。なんか女を殴るのは気が引かんけど、気が引けんけど、持って、持っとる。正解。しゃごえ猛角。あ、馬乗ってきたらよかった。うわー、来ないで。オーケー。ナイス判断、ナイス反応、素晴らしい反応やろ今の。あと1回くらいしてきそうやな。うわ、ナイス判断じゃない、反応良すぎやろ。猛角の結構避きにくいと思うよな。え、マジで、よし、よし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 。何倍平定戦過去最速じゃね。あんなに早く猛角倒したの初めてかも。創作使いやすいわー、めっちゃいいわー。消波を、攻撃力のがいいな。さあ、ということで創作無事終わりました。次また誰かやっていきます。エンディング見て終わります。はい、孫作あざなは白府孫権の長子、勇猛果敢で英気あふれる高等の怪談児、要望優れ気質改革なりて人心を得たり、その部位は人として昭和王と言わしむ。なるほど、なかなか、まあ熱血感、本当の孫作がどんなのか知らんけど。まあ熱血感ですね。まあ周囲があんな感じだけど、ね、やっぱ孫作には周囲がいるよね。周囲やっぱこう影から支えてくれる志望みたいなのがいるよね。
さあ、次誰やろっかな。めっちゃくちゃ迷うな。猛将伝最後の方にしようか。あ、今なんかちょっとバグった。ごめん。一瞬バグったかも。さあ、どこや？戦場か。ああ、さすが、水軍。水軍の国と言われた。あ、来たね、二強。なんかもっとなかったんかな、小強と大強のデザイン。神器があんだけ可愛いのに、なんか俺あんま好きじゃないんだよ、大強と小強のこの感じ。いいね。五軍もこんな未来があったらいいのにね、孫作と孫権が一緒に酒が飲めるような。孫作が早々に死んだけん。これってさ、英語なん？中国語なん？なんなんこれ？英語？この歌って英語？気にしたことないけど。ま、まあ、いっか。はい。ということでですね、孫作、無双モード終わります。この次また誰かやっていきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、そういうことで、お疲れでした。